これ一品で便もむくみもダブルでデトックスしてくれます。皆さんは便秘やむくみで悩まれていませんか？これらは見た目的にも体重的にも太る要因になってしまいます。しかも便秘やむくみがあると肝心の脂肪も燃焼されにくくなってしまうんです。なのでダイエットのためには便秘とむくみを解消することが最も重要なポイント。そこで今回はこれらを解消して速攻痩せできるデトックス作り置きレシピを3つご紹介したいと思います。暑い夏でも食べやすく代謝アップもできるレシピになっているので、この作り置きで不要なものをごっそりデトックスしていきましょう。デトックス作り置きレシピの1つ目です。切り干し大根とツナのサラダです。材料4人分です。だいたい2、3日冷蔵保存可能なものになっていきます。切り干し大根 60g、 きゅうり2本、塩昆布 20g、 ツナの水煮缶2缶、ごま油大さじ2、鶏ガラスープの素小さじ2、レモン汁小さじ2、粗挽き黒胡椒適量、すり白ごま適量です。作り方です。切り干し大根はザルに入れて流水でよくもみ洗いをします。そのまま水気を絞らずに10分ほど置きます。2、切り干し大根の水気を切り、きゅうりは千切りにしていきましょう。3、ボウルにすべての材料を入れてよく混ぜ合わせたら出来上がりです。ちなみにツナ缶は蒸し鶏でも代用可能です。蒸し鶏はささみ 100g にお酒小さじ1、塩少々を揉み込みラップして電子レンジで 600W で2分チンってしたら出来上がりますよ。混ぜ合わせた後5分ほど置いておくと味がよく馴染んでいきます。すりごまのおかげで風味がプラスできる上、水分が吸収でき作り置きにもぴったりになっていきます。切り干し大根ときゅうりは余分な水分を排出してくれるカリウムが豊富な食材のためむくみ解消効果抜群のレシピ。しかも切り干し大根と昆布は食物繊維も豊富なので便秘解消によるデトックス効果も期待できますよ。レモンとキュウリの爽やかな風味で夏でもさっぱり食べやすい一品です。デトックス作り置きレシピの2つ目です。玉ねぎとわかめのナムルです。材料4人分、2、3日保存可能なものです。乾燥カットわかめ 10g、 玉ねぎ1個、きゅうり2本、すりおろしにんにく小さじ2、白ごま大さじ1、鶏ガラスープの素大さじ2、ごま油が大さじ2です。作り方いきましょう。1、わかめは10分程度水につけて、玉ねぎも薄切りにして10分程度水につけておきます。きゅうりは輪切りにして5分程度塩水につけておきましょう。2、水に浸し終えたらそれぞれしっかり水気を切っていきます。キッチンペーパーで拭き取るのがおすすめです。3、調味料をすべて入れて混ぜ合わせたら完成です。こちらはオリゴ糖豊富な玉ねぎと食物繊維豊富なわかめで便秘解消効果が高いメニューですよ。ちなみにわかめに豊富な水溶性食物繊維は善玉菌の餌になって、オリゴ糖はその善玉菌を定着させる効果が高いです。オリゴ糖というとシロップをかけるイメージがね強いと思いますが、身近な食材からでもね簡単に摂取することができるんですよ。ちなみに調味料として入れたニンニクにもオリゴ糖が豊富に含まれているんです。デトックス作り置きレシピ3つ目です。きのことほうれん草のピリ辛味噌炒めです。材料4人分です。2、3日冷蔵保存可能なものです。お好みのきのこ4袋程度、ほうれん草1袋、小ネギ適量、ニンニクこちらはチューブでも大丈夫です。お味噌大さじ2、酒大さじ2、みりん大さじ2、ごま油大さじ1、唐辛子、鷹の爪や一味などお好みでお使いください。本日ねご紹介している調味料とかで私がリピートして使っているものは概要欄に貼っておくので、気になる方はまた参考にしてみてください。作り方です。1、きのこ、ほうれん草、ネギを適当な大きさにカットして、ニンニクはみじん切りにしておきます。調味料を混ぜ合わせておきましょう。フライパンを熱し、ごま油でニンニクをさっと炒めます。
ニンニクの香りが出てきたらキノコを入れて炒めていきます。キノコがしんなりしてきたらほうれん草を入れて炒めます。ほうれん草もしんなりしてきたら混ぜ合わせておいた調味料を入れて混ぜ合わせていきましょう。6、お好みで唐辛子を入れたら完成です。キノコには食物繊維の中でも特に腸内をデトックスする効果の高い不溶性食物繊維が豊富です。また、ほうれん草にはむくみ解消効果の高いカリウムが豊富なので、これ一品でも便もむくみもダブルでデトックスしてくれます。ピリ辛風味とニンニクで夏バテしやすい時期に元気をくれる一品です。実際、唐辛子やニンニクは代謝アップ効果があると言われていますよ。他にも簡単で痩せる作り置きレシピはこちらの動画でもご紹介しているので概要欄から参考にしてみてください。ズボラ OK 41キロのダイエット講師の朝でも作れる作り置きという動画です。他にも私の食べて痩せる食事法を3ステップで学んでやってみてダイエットから卒業していきたい方は私の無料公式 LINE がおすすめです。概要欄からお友達追加してぜひあなたのダイエットにお役立てください。今なら書籍やレシピも無料でプレゼント中です。ではチャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー保健師の松田理恵でした。じゃあね、バイバイ。